はい、えー、山添拓さんはね、とっても立派な方だと思います。個人的にはものすごく、能力の高く、私としてもね、評価をしたいところなんですが、ただ、日本共産党にいるってのが消せないですよね。共産党って、いわゆる中国共産党の一味ですからね。この日本を乗っ取って、中国の自治区にしようと目論んでる人たちの集団なんで、絶対に信用してはいけないんですよね。で、こういうことを言うんですよ。あのなんだ 防衛力、反撃能力とか言うけども、外交をやるべきじゃないかって。うん。だから山添拓さんね、それを言うんだったら、あなたが外交によって、外交の努力によって、今、ロシア、ウクライナーのこの戦争をやめさせてね、お互いが納得いく形で落とし所を作ってくださいと。そのぐらいのことをした上で、この、ツイートがあるのはわかるんですけども、結局あの、 自民党ですらどうしようもできないわけでしょ自民党にすら勝ててない共産党みたいな貧弱な組織が何を言ってるんだって話なんですよ。まあですね武力反対、それはもちろんその通りですよ。でも防衛はしていかないとね。防衛してやり返していく。こちらから仕掛けようって話じゃないですから。がっちりとガードを固めて、もうこいつらは武力で言っても無理だから、話し合いにしようっていうふうに、まず思わせるところから外交ってのスタートだと思うんですよ。もちろんね、あのー、 こちらから仕掛けていくって話じゃないですからね。そもそも向こうが来なければこっちから行く必要ないわけですから。うん、で、歴史を紐解いていくとみたいなこと言いますけども、うん、今までのことを語っていったらいくらでもそれはほころびがどこの国にもあるわけですよ。だから肝心なのは今これから何をしようとしてるのかじゃないかなと思うんですよ。うん、ちょっとね、甘っ白いというか、いつまでも ぼんやりししててるっいうかあれでしょ山添たくさん、もうあれで朝生でな生テレビに出てもう、ただ宗一郎さん、一人黙らせられない人が、外交のね、何をどう信用しようっていうのかなと、もちろんちょっとね、おしゃべりの上手な人とか、本当に感、えー、心するようなね、えー、まあ、オピニオンができる人をちょっと見つけてきてほしいなっていうところですけどね。